思うに。いや、それは関係ありませんよね。いいや。言われてみれば。私に。こっちは裸を見られたんですよ。むしろお金で済ませてあげたことに感謝してほしいくらいです。言っておきますけど、本当に私、胸の大きさなんか気にしてません。あれは胸の大きさが才能に関わると聞いてもろうとしてただけで、これっぽっちも全然気にしてませんから。閉めたつもりだったんです。そもそも許可なく女子の部屋に入るあなたもおかしいですよ。仕方ない。サラさんに騙されていたなんて。今度こそ錬金術を使えるようになるかと思いましたのに。あ、何か言いました？だから何でもないですってば。あってもあなたには絶対に言いません。